第二節量子力学と諸行無常仏教のお桶に「諸行無常」という有名な言葉があります。日本人の多くは「平家物語」の冒頭の「祇園少女の鐘の声」「諸行無常の響きあり」「紗羅草樹の花の色」「乗車室衰えのり」を表す「ほぼ溺れる人も久しからず」「ただ春の夜の夢のごとし」というよく知られた文句の印象から。 諸行無常とは、一切は、むなしくはかないものだ、といった意味に捉えていますが、そのような解釈は大間違いです。行きとは、物質的現象の行く末を示しており、諸行とは、もろもろすべての物質的現象の行く末、すなわち、未来像を意味します。無常とは、情けなくてはかないこと、つまり、ああ、無常の無常ではなく、常ではないことを示します。 ととは、一定ししててて決まっていることを示しており、諸行常なら物質的現象の行く末つまり未来は定まっていて既に決定されていることを意味しますしかし諸行無常ですから未来は不確定で決まっていないという意味になりますこのことは量子力学の不確定性原理と同じ内容を表現していますつまり 仏教経典の「諸行無常」の意味するところは未来は決まっていないという大切な原理を示しているのです。ですから未来は決定されてはいないのだから良くなるような条件を整えて良くなる方向に努力すれば人間の未来はいくらでも良くなる可能性があるという非常に積極的なことを言っているのです。逆に 悪くなるような条件下で何も努力しなければ未来はどんどん悪くなるとも言えます。突き詰めると最先端の物理学も仏教の原理である東洋哲学も同じ内容を表していることになります。量子力学では電子を粒子と波動の二重性を持つ存在としています。文学的に表現すれば人間は 何もないい無ののの空間の波動を物質ととしてて捉えているのだと言えるだ言ます東洋医学では中国のキアインドのプラーナなどの目に見えない根元的なエネルギーが存在すると考えていますこのキアプラーナこそが目に見える物質としての肉体を成立させていると考えられおりキアプラーナの乱れが病気の原因として重要視されています東洋医学が 人間は物質である肉体とエネルギーであるキアプラーナの二重性を持つと考えている点は量子力学の理論と驚くほど一致しています。